名脇川と内谷川の合流地点。内谷川取水石が設置されている名脇川は、千葉県の房総半島東部九十九里平野を流れる二級河川。名脇川水系の本流である。大網白里市、小西付近の丘陵面に源を発し、投流する。まもなく両層用水を越えて、東金市との境界を南下する。東金線を越えると川幅が広がり。 多くの支流を集めながら、東へ進む。周囲は、水田と畑が混ざって分布しており、複数の投資工にを取水されている。東金市との境界で再び南へ折れ、小中川を合わせると、茂原市に入る。赤目川を合わせると、今度は、朝鮮郡白子町に入り、観音道橋、白子町役場付近で東へ折れる。古女の九十九里浜で、太平洋に注ぐ。 流路延長2 1 7トルのうち、東岸列船橋,橋梁より、下流1 7 5トルが二級河川に指定されている。中下流部には遊歩道が両岸に整備され、桜が植えられている。河川名の由来は、白湖町内流路上にある白湖神社の白亀、白蛇伝承による。平安時代、白子の海岸に白い亀が南方から白蛇を背にして捕来し、 これを見た塩組の沖縄被釈を差し出すと白蛇がそこに登った。その白蛇を沖縄自宅近くの商社に祀ったという伝承であり、白蛇は白子神社のご神体となっている。茂原市内、川口から 7.7km の地点に清水関があり、そこを境に上流が石炭水区間、下流が漢字浴区間である。前者は季節により水量、 景観が異なる。川もには、あずまねざさやすすきが繁茂し、コイやギンブナが生息する。それに対し校舎はヨシが繁茂し、姉妹先、オラ、マハゼなどが見られる。潮の流れを利用し、毎年7月には、ナバキガアイカダり大会が開催されている。かつては、ハゼ漁などが盛んに行われたが、現在は、ナバキガワ漁業協同組合が漁業権を持ち、 捕獲量はわずか。水位の観測は2カ所で行われているが、流量観測は行われていない。1948年度より河川改修事業が開始され、現在では本流及び支流の中、下流部に引き包みが整備されている。だが上流部は未改修であり、市街化進行により、宅地や農地の浸水被害、線路冠水等が発生することもある。 下流部では地盤沈下の懸念もある。一方でかつては渇水による農業用水不足が問題となり、それゆえ上流部には東金市のおじゃが池をはじめとする多くのため池が用意され、利水補給に利用されてきた。1965年に両層用水が完成し、利根川からの河川水が供給されるようになると活水被害は見られなくなった。ありがとうございます。